今回の富士広報室は富士ストピックスをお送りしました。エンディングに今日の筋トレはこれだのコーナーで締めたいと思います。今日皆さんにやっていただく自重トレーニングはダイナミックサイドプランクです。サイドプランクは皆さん知っていますよね。それをダイナミックにするんですよ。ちょっとやってみましょう。横になります。これではただ休んでいるだけですので、サイドプランクをやります。これがサイドプランクです。腹筋の横側、腹斜筋に効果があります。さらにこれをダイナミックに上下に動かします。そのことによってさらに効果が上がります。こっち側もやりましたら逆側もやりましょう。空いた時間に10回3セットを目標にやってみましょう。それでは今回の富士広報室はこの辺で。